政治資金規制法の改正をめぐる与党案の取りまとめは大型連休明けに持ち越すことになりました。派閥の政治資金事件を受けた規制法の改正に向けて自民公明両党は今日午後実務者の協議を行いました。昨日自民党案がまとまったことを受け具体的な検討に入り議員本人の罰則については。 いわゆる連座制の導入を目指す方向性で一致しましたこれに先立ち両党の幹事長らが会談し当初今週中を目指していた与党案の取りまとめを大型連休明け早々に持ち越すことで合意しましたパーティー券の購入者の公開基準の見直しや政策活動費の使い道の公開など両党の案に隔たりがある中連休中に協議を続ける方針です